注目。ゆっくりしていってね。さて、今回は日韓問題なので私が解説していくわね。輸出優遇解除問題って、2019年の7月と8月に日本が韓国への輸出品のうち、兵器転用可能な製品への輸出優遇措置を段階的に解除した件だよな。そうよ、その後韓国が優遇を解除されたことを制裁だ、と大騒ぎしだして、日本を含む複数の国のマスコミがそれに便乗してフェイクニュースを流した件ね。まあそれは知ってるが、新型コロナの件じゃなくてなんで今頃その話題なんだ？新型コロナの件で完全に打ち消されてしまっているけど、この件はこの件でいくつか新情報が出てきて事態が進んでいるのよ。あと、次はマスコミ問題編でもこの件やる予定じゃない？そういやそうだったぜ。それでね、一応動画説明欄に関連動画のリンクを貼っておくから、全体の流れについてはそっちを参照してほしいのね。ちょっと待て、少しは説明した方がいいんじゃないか？やれたらやるわよ。でも優遇解除の件だけで動画5本分、GSOMIAの件まで含めたら10本以上になるようだから、それのおさらい、なんてやっていたらそれだけで動画1本分になるわよ。なので、今回は今回の新情報に関わる部分のみをピックアップすることにしたのだけど、まず2019年7月に日本がフッ化水素、レジスト、フッ化ポリイミドの3種について、輸出許可の優遇を取り消し、その後他の兵器転用可能製品に関しても優遇の解除措置をしたわ。そしてその理由として、本来必要なはずの定期製作対話が2018年6月に行われず、その後も韓国政府が対話を拒否し続けたこと、韓国側の輸出入管理人員の不足、輸出入管理制度そのものの不備が日本側から指摘されたんだよな。それに対して韓国側は当初、政策対話は日本側の担当者が不在の時があった、と言い訳していたのだけど、不在期間などなかったと反論されると、勘違いだった、と言い出したのよね。しかもそれだけじゃなかったんだよな。そうね。次に韓国側は、今年3月以降、二国間協議を持とうと昨年末すでに合意をしている以上、協議が中断されているわけではない。これまで協議が行われなかったのは両者が相互に日程を調整したが合わなかったため、と言い出したのだけど、それも経産省から公式に反論があって、実は2018年12月に韓国側から一方的に2019年3月以降でないと開催できない、と言ってきたきり連絡がなくなっただけであったと判明したのよね。つまり、3月以降に対話を行うと双方で合意したわけではない上に、その後韓国政府は2019年6月まで一切連絡をしてこなかったと。しかも、経済産業省からの申し入れに対して一度合意した日程を含め、韓国側の事情により日程が延期されてきた上でこれだったそうなのよね。そして2019年7月24日の経産省の公式発表以降、韓国側はこの件に一切触れなくなったんだよな。そう、そしてその後韓国側は、この記事にあるように、人員不足の件に対して機関別に専門性をもとに輸出統制を運用しており、110人の担当者が戦略物資の許可、判定業務を行っている、と反論して、日本側の指摘が過ちであると抗議したり、こっちの事例みたいに、韓国政府は、韓国の輸出統制レベルは日本よりも高く、統制品目自体も日本よりも多い上に、米国科学国際安保研究所も韓国の戦略物資貿易管理制度は日本よりも高いと評価していると反論してきたわ。ただこの件、そもそも問題なのは名目上の制度じゃなくて運用面での問題だから、制度上の評価を持ち出してもあまり意味ないんだよな。日本の場合には民間企業などとの連携がしっかりしているし、何より韓国の問題は違反した企業の名前を公表していない、ことも問題だったみたいだしな。そう、どんなに名目上の制度が立派でも、それをちゃんと運用できないなら問題であることには変わりがないってことよ。それで、ここまでの話の流れから、韓国側の言い分としては、1、定期対話は3月以降に行うと合意していた。
2、輸出管理人員は100人以上を陸測していない。3、韓国の輸出統制制度は日本より優れている、と主張していたってことだよな。そうね、実態がどうであれその後の韓国政府の方針はマリサが言った通りだったわ。そしてこれは過去動画でも紹介したけど、2019年12月に改めて日韓の政策対話が行われると、韓国側はこんなことを言い出したのよね。韓国政府は戦略物資の輸出入管理業務を支援する戦略物資管理員の職員を今年7から9月期の56人から 25% 増の約70人にすることを検討している。とね。これおかしいよな。2019年7月の時点で韓国政府は、機関別に専門性をもとに輸出統制を運用しており、110人の担当者が戦略物資の許可、判定業務を行っている、と反論していたわけだし。これ、関係ない人員の数を含めて人員の水増しをしていたか、そもそも韓国政府や関係機関が問題を根本的に把握していなかったか、そのどちらかっぽいのよね。そして2019年12月の対話で日本政府からその件を指摘されて、韓国政府は慌てて人員を増やすと言ってその場を取り繕おうとしたと。しかも2019年7月の時点で日本の経済産業省は、これは、武器そのものの輸出入に携わる人員や民間機関の職員を含めた人数であり、産業通商資源部のウェブサイトによれば、軍事転用可能な民生品の審査に携わる職員数は、貿易保険やダイヤモンドの輸出管理に携わる職員も含めて11名であると承知しています。と指摘していたわけだしね。待て、つまり韓国は12月の時点で今年7から9月期の56人から、と言っていたが、それすら水増ししてごまかした数字の可能性があるってことか。そういうこと。そしてさらに2020年3月になると、韓国側はこんなことを言ってきたのよ。日本が韓国に対する輸出規制強化の理由として挙げた事項を全て解消した。韓国のキャッチオール規制は正常に作動しているが、これに対する法的根拠をより明確にし、輸出管理の実効性を高めるための対外貿易法改正案が今日、国会本会議で成立する予定だ、だから優遇を元に戻せとね。おいちょっと待て、もともと韓国は、1、定期対話は3月以降に行うと合意していた。2、輸出管理人員は100人以上を陸測していない。3、韓国の輸出統制制度は日本より優れている、と言っていたよな。そうなのよ。2019年7月時点で韓国政府の言っていたことは、その全てが事実と異なる状態、だった上に、改善する、と言っている割に政策対話をしたこと以外は全部予定、でしかないの。その上で、全部改善したのだから優遇を元に戻せ、と言っているのよ。なむちゃくちゃな。もともとこの優遇制度って相手国との信頼をもとに構築されている制度だろ。こんな尻滅裂な釈明をしておいて、問題を改善する予定だから元に戻せ、ってご都合主義すぎるだろ。もともと韓国は、日本のやっていることは経済制裁だ、不当な報復措置だ、として、自分たちに一切落ち度はないと対外的に宣伝しまくっていたのにこれなのよ。ちょっと待て、まだ何か問題があるのか？さすがにそれはないよな。マリサ、何を甘いことを言っているの？私たちと韓国とでは、正しさ、に関する考え方そのものが異なると以前説明したでしょ？帰っていい。それで、この輸出優遇解除をめぐる騒動で、韓国側は、日本は不当な経済報復をしている。韓国はこの経済制裁に対抗して日本に対する輸出優遇を解除する、と言い出したわよね。あ。つまり2019年7月時点での韓国側の言い分が全て事実と異なっていたのだから、そもそも韓国側の優遇解除の大義名分や根拠を失ったわけか。私たちの常識ではね。は？現在韓国では日本の言い分が正しかった、とはなっていないわよ。ちょっと待て、だって当初韓国側の言っていたことは全て間違いだったと韓国の大手通信社が記事にしたわけだろ？でも、日本が不当な経済報復をしている、という認識は韓国内で一切変わっていないわよ。は？それどころか、韓国側は日本の経済報復に対抗して輸出規制品の自国生産や他国からの調達ができるようにした、とか。日本の経済報復で韓国が被った損害はない、とか言っているけど、
それと同時に今回紹介したみたいに問題を改善する予定だから早く優遇を元に戻せ、と言っているわね。ちょっと待ってくれ、意味がわからん。韓国は日本以外から代替品を輸入したり自国生産をできるようになった上に、優遇解除で被った損害はないんだよな。そうよ。だって優遇措置ってのはあなたを信用して手続きを簡略化します。って制度であって。取り消されてもちゃんと手続きすれば普通に輸入できるのだし、実際韓国は日本から輸入できているのだから、損害なんて出るわけないわよ。待て。その上韓国は、日本が問題視した案件3つをちゃんと解決したのだから、早く優遇措置を元に戻せ、と言っているんだよな。そうよ、韓国側は今でも日本が不当な経済報復をしている、問題が解決しないのは徴用工問題のせいだ、と言っているし。なんだこれ。こう考えればわかりやすいかしら。韓国側としては、自分たちは常に正しいのだから、日本が韓国に対して否定的な意見を持ったり、それを実行する行為そのものが道徳に反する悪、なのよ。でもそんな考え方は国際社会では通じず、仕方なく韓国側は早く優遇を元に戻してもらおうと問題点の存在を認めたけど、さっきも言ったように独特の価値観から彼らの中では日本の言いがかりを解決してやった、という認識になっているの。そんなバカな。じゃあもう少しわかりやすくするとね。日本が韓国人のメンツを傷つけたのが気に入らないってことよ。韓国はそれだけでここまで大騒ぎをして、今でも日本製品不買、とかやってるのか？そうよ。彼らの中では自分たちは日本人より道徳的に優れている、という絶対的な認識があるから、日本から韓国の過ちを指摘されて改善した、なんてことはあってはならないのよ。それだけなのか？それが一番の原因ね。なので事実上韓国の輸出入管理体制に問題があると認めても、この認識が変わらないのよ。うわぁ。そんなことより、この前提で日本を含むいくつかのメディアは韓国政府の主張そのままにフェイクニュースを報じて、今でもその間違いを訂正していないわけで、その件をマリサが次回扱うんでしょ？それはそうだが、少なくともマスコミがやることそのものはおかしくはあっても、やっていることそのもののなぜそうなのか、は理解できるぞ。韓国の件だって私が説明してマリサは理解できたじゃない。心が拒否するんだぜ、心が。仕組みの理解ができたならいいじゃない？その後の対策の糸口になるし。そんなわけで今回の本編はここで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。ところで、以前から気になっていたのだけど。なんだ？毎回動画を投稿するときに、同時に動画のテキスト版をブログの方に投稿しているのね。それがどうかしたの？テキスト版の閲覧数が普段のブログ記事の半分くらいしかないんですよ。いきなりブログの宣伝かよ。違うよ。まあ私の伝達不足ってこともあるのだけど、テキスト版には引用元の全文とリンクがあるんですよ。つまりブログの方では、動画では紹介しきれない部分やソース元の確認ができるってことよね。でもそれは今までちゃんとそれを説明してこなかったウプ主が悪いんじゃないの？まあそうだけど、紹介できるタイミングや場所があまりないのだもの。というわけで、毎回動画説明欄に今回のブロマガ記事というリンクがあるので、引用の原文やソース元が必要な人はそっちを確認してみてください。そんなわけで今回はここで終わるわ。また来週。